じゃ、こんにちは、豊さん。はい、はい、今日も振り返りですが、はい、また3連戦終わりましたけど、2連戦のところもありましたけど、はい、まあ、次からのカードっていうのが交流戦ということで、まあそうだね、はい、それまでの最後の連戦が終わりました。今日は、はい、まあ、3連戦の振り返りもするんだけど、交流戦に向けての各球団の課題を、まあ、ワンポイントぐらいだけど、まあ、パンパッと挟んでいきたいと思います。はい、はい、ではまず振り返り結果から、はい、まあ、予想もしていたのでそれの合わせももちろんしていきます。もちろんやってよ。はい、はい、では、はい、中日巨人戦、はい、はい、こちら豊さんの予想は中日の2勝1敗というところだったんですが、はい、結果は1勝1敗1分け、うん、はい、まあ、ほぼ当たってるというね。うん、そうですね。引き分けの時なんかはおそらく中日がちょっと打てればね、勝ててたと思うよ。はい、だからまあこれはまあ1勝1敗1分けということで、うん、まあ、巨人がよく踏ん張ったなっていうような、はい、まあ、印象があるんだよね。でその中でまず巨人、まあ、一番梶谷が怪我をしたということ。はい、3戦目ですね。そうだね、ちょっと肉腹の系の怪我でね、はい、これを一番をどうするか、これからね、うん、交流戦にもう入るけど、はい、で3番の吉川をちょっと見てたんだけど、少し荷が重いかなっていうような感じ。3番という役割があってことですか。そうだね、はい、だからここら辺をどういう打順を交流戦で組んでいくのかね、まあ、これはちょっと一つの課題だし、うん、まあ、楽しみでもあるということと、はい、で中日はビシエド、はい、高橋周平って続くんだけど、はい、この2人がやっぱこう出塁率が高いんだよね。やっぱ6番を打つバッターを勝負強いバッターを置かないとやっぱ点にならない。だからここら辺も打順の編成と、やっぱ強打を外した試合もあるんだけど、はい、やっぱ強打はね安定的に使った方がいいと思うな。うん、まあ、やっぱね、はい、感じが良くなってきてるんだよ、うん、強打が、はい、うん、だからそのまま使い続けた方がいいかなっていうような、まあ、印象を受けました。はい、はい、ポイントはそのあたりですね。そうだね、はい、では次ヤクルト対 DeNA ですね、はい、こちらは、1勝1敗1分けという予想だったんですが、うん、はい、まあ、ヤクルトの2勝1敗だよね、はい、2勝1敗ですね、はいはいはい、まあ、DeNA のさ今永が復帰したんだけどね、はい、3戦目ですね、うん、これ野放しにして失点だらだらさせたんだよね。だからここら辺病み上がりとかいろんなことを考えたら球数とか関係なくやっぱ勝敗を見に来てるわけだから、ファンは俺は変えた方が良かったと思うけどね。うん、やっぱりこの変えなかったっていうのはそのやっぱ復帰しての最初でいろいろ調整してる様子を見たかったとか、うん、まあそうだよね、まあ、試合で球数も投げさせておいてっていうような、はい、まあ、そういうことがあったにしても、うん、やっぱこのゲームはね10対5で負けたゲームなんだけど、これはちょっとね見ててねやっぱ今永がかわいそうだった。うん、そうですね、もう少し点が取られてなければっていうところだったんですかね。まあそうだね。うん、でヤクルトの課題、はい、課題はね今のところないんだ。東打とも非常にいい、うん、はい、両外国人も打つし、はい、まあ、山田も3戦目で打ったし、はい、まあ、村上もホームラン打つと。ただね、うん、まあ先発投手陣もある程度頑張り、中継ぎも頑張ってるということで、抑えなんだよね。抑えの石山がちょっとねピリッとしないんだよ。うん、だからここら辺もう少しあのチーム全体に安心感を持たせるためにやっぱり石山頑張らなきゃ、まあ、ここがね多分課題になってくると思うな。はい、うん、で DeNA、はい、DeNA はやっぱ投手陣だよ。うん、投手陣の整備が必要だけど、なかなかいきなり整備って言ってもさなかなかできるわけでもない。だけど、はい、今日の試合でも見てるとさ、負けててヘラヘラ笑ってるやつがブルペンにいるしさ、うん、そういうの映ってるし、はい、それを見てファンがどう思うかっていうことなんだよ、はい、これだけ負けてて、はい、だからそこら辺もねチームの緊張感を持たせるためにもっと言った方がいいと思う、うん、でもっとミーティングした方がいいと思うわ、はい、うん、やってる野球がねちょっと恥ずかしい、うん、うん、OB として恥ずかしい、はい、だからここら辺はちょっともう少し気合を入れてほしいなって思います。はい、はいはい、では次ですね、うん、でこれが、広島対阪神のカードなんですけど、うん、ちょっと広島の当たったよね。あ、大的中ですね。平野さんは中止だっていうことで、うん、まあ中止だったんですけど、まあ、いい判断だったと思うし、はい、まだ出てるよね広島は感染者が。そうですね、
前回の後、濃厚接触者ということで森下投手と高橋光也投手が登録抹消ということになって、さらに今日ですよね、栗投手も陽性反応が出たということで、まだその抹消かどうかというところまでは出てないんですけど、その陽性反応があったという報道がありました。でも抹消するでしょ、これは。そうですね。いやだからもう広島はさ、もうとにかくやっぱ早く治すって言ってもあれだけども、整えないとね、チームを。もうこれ以上出ないっていうことを祈るばかりですけれども、だからもうこれじゃゲームになんないもん。で阪神の方はやっぱ問題点はないんだよな。だけどゲームが空いちゃったでしょ。そうですね、だからそのチームの勢いがまあ一つ止まるよね。だけど疲れは抜ける、だからあと今度交流戦に入った時のゲーム感なんだよね。まあそこが心配なの、で疲れが取れてまたリフレッシュして一からだっていう風な新鮮な気持ちで戦うとまた勢いも出てくるし、だからゲーム感だけ心配なのはね、この中止のことがこういいように働くかそうじゃないかっていうことがもう分かりやすく出ちゃうかなっていうところですか。そうだね、だからまあいい方に出てくれればいいけどね。ではパリーグいきます。まず西武対日本ハムですね、これは西武の2勝1敗という予想だったんですが、これは大正解でしたね。そうでしょ。いや西武はねやっぱりいい野球やってるし、まあ日本ハムの今の状態だったらまあ1勝できたのがまあ良かったかなっていうふうに思うよ。で西武はね状態を上げてきてるというのは、やっぱこう若林が塁に出た時足を使えてチームに勢いをもたらすということ、で高橋光成とか松本だとか先発投手陣も安定感が出てきてるんだよね、まあニールもそうだけどさ、だからそういった意味で交流戦に入った時に非常にいい形で入れるなという、そんな感じがしてます。若林選手の盗塁の数もどんどん積み上がってる、本当だよな、一昨日か、3盗塁してね、すごいですね。すごい、日本ハムの方はソフトバンクに続いて勝率がいいんだよね、日本ハムが交流戦の勝率なんですね。そう、だからこれをきっかけにしてもらいたいんだけどさ、初戦かな中継に行ったんだけどさ、ちょっと舐めてるなっていうのはさ、セカンドゴロをさファーストにもう何でもないよ、もうこっから5メートルぐらいの距離をワンバウンド投げるとかさ、ゲッツー取れるとか取れないとかさ、もうそんな野球やってるようじゃ、せっかく交流戦に入って相性のいい交流戦なんだけど、やっぱ勝てないよこれじゃ。でも交流戦というねことをきっかけに浮上していってほしいなっていうふうに思う、もうそれにはやっぱもうみんな緊張感を持ってやらないとね、いろんなところでこうちょっと緩みが出てるっていうところがありますね。緩みが出る。はい、では次ロッテ対楽天、はい、こちらは豊さんの予想はロッテ2勝1敗だったんですが、結果は楽天の2勝1敗。なんだよ楽しそうじゃないか。いやまあこれはね紙一重なんだったと思うんだけど、だけどロッテはいい野球をやってるよね。でまあ楽天もなんか非常に落ち着いて野球をやってきてるというね、マー君が相変わらずさちょっと負けが先行してて、ちょっと気になるところではあるけどもね、でも楽天はパリーグ最下位なんだよね、交流戦の勝率が、ただ今年はねやっぱりピッチャーが安定的にいいし、まあ勝っていけるかなっていう期待感がある楽天はね、でロッテの方はまあそんなに心配事ってないんだけども、やっぱ4番を任してる安田のね打率が悪すぎるわ。2割1分4厘ぐらいしかないでしょ、2割1分7厘かぐらいしかないんだよ、だからこれではねやっぱちょっと困る4番が、だからこの4番を交流戦に入った時にどうするかというねことが一つの課題になってくるかなっていうふうに思うね。はい、では次いきますか。はい、ではソフトバンク対オリックス、こちらは1勝1敗あ、2試合だったんですが、豊さんの予想は1勝1敗、結果はソフトバンクの2勝ということでした、そうだね、ここも外したんだけどさ、まあソフトバンクの方は、非常に交流戦前に調子を上げてきてるよね、だからこの時期やっぱ調子が上がるのかなと思ってソフトバンクは、でただ心配なのはモイネロがいなくなるオリンピック予選で、国の代表に参加するということで、森もまだ復帰してないでしょ、だから抑え不在ということで、まああそこは誰か出てくるっつってもやっぱ抑えって特別なところだから
だからそこら辺の穴が埋まるかどうかね、うん、これはやっぱりチームの課題だろうし、まあ交流戦に向けての一つのテーマになってくるよね、うん、ただ全体的なチームの全体的な状態は上がってきてるということ、はい、オリックス、はい、せっかくさ強くなったりみんながやる気になってる時に、うん、やっぱ杉本、小田、はい、大城っていう、はい、まあ、3人が厳重注意を受けたということで、すごく残念なニュースが入ってまいりましたね。だって広島が非常にコロナで苦しんでる時にさ、はい、やっぱり密になるようなことは避けるということがね、やっぱプロ野球選手としての自覚だし、はい、でましてやそのこの今挙げた3人っていうのはチームの中堅どころになるんだよね、はい、で若手の見本にもならなきゃいけないし、はい、やっぱ本当にチームを強くしていこうと思ったらやっぱ制約って大切だよ、うん、自分にかける、はい、で杉本なんかはさ今年ブレイク仕掛けてるんだよ。そうですね。で今年やったらさ本当にレギュラーになれるし、うん、一生が違ってくるから、はい、そのチャンスをいただいてるんだから、だからもう少し自覚を持って、うん、まあ厳重注意で済んだけどさ、はい、大事にならずにね、はい、うん、だけどやっぱそこら辺はやっぱこう俺も期待してるし、うん、自覚を持ってやってほしいなって思うよね。はい、この厳重注意っていうのは、はい、うん、そのくらいで済んだからよかったまあそうだね、済ましたんだろうね、はい、うん、本当だったら謹慎処分だみたいな感じかもわからないけどね、はい、まあまあでもそれで済んだっていうのはやっぱそんなにひどくはなかったんだろう。だけど将来的なことを考えるとさ、はい、やっぱこう一生のチャンスを得てるって、うん、今年が一生のチャンスかもわからないっていうぐらいの自覚を持ってやってほしいと思います。ということで振り返りと課題を言っていったけど、はい、では次、はい、交流戦に向けての予想をしていきますか。はい、はい、いきますよ。では、カードを先に言いましょうか。はい、はい、まず巨人楽天、はい、ヤクルト対日本ハム、はい、DeNA 対オリックス、はい、中日対ソフトバンク、はい、阪神対ロッテ、はい、広島対西武、はいはい、まずね最初言うと、はい、広島はね多分ゲームができないと思う。そうですね、うん、だからここも中止というふうに予想しておく。これはやっぱね、はい、投げるピッチャーいないもん。そうですよね、うん、先発のピッチャー登録抹消になってるし、はい、うん、まあやれって言ったらできるだろうけど、これじゃやっぱお客さんに対して失礼だしさ、うん、だこれはやっぱもう中止にしてほしいなって思う。はい、はい、ということで広島西武っていうのは中止という予想ですね、はいはい、そうそうそう、はい、では他の5つのカードを、はい、巨人楽天ね、はい、はい、これは2勝1敗で楽天、お、はい、やっぱり投手陣が安定してるということね、はい、やっぱ巨人がちょっと今チーム状態があんまり良くなくなってきてるよね。まあ、梶谷の怪我、せっかく1番ができたのにいなくなるという、うん、交流戦ってさパ・リーグが強い強いって言われてて、まあ、確かに数字を見るとさ巨人しか勝ち越してないんだよね通算で、うん、ね、勝率が5割2分5厘、はい、ただ楽天に対しては6割1分ということで、はい、相当勝ち越してんだよね、うん、36勝23敗ということで、はい、ただ今年の楽天はちょっと違うわ、やっぱピッチャーがいい、うん、だそういうところで、まあ、楽天が2勝1敗という、はい、でまあ、巨人は怪我人なども複数出てるので、そういうところもまた考えるとそうだ ね最初スタートはさセ・リーグの球場からだから、はい、DH が使えないんだよね、うん、だから、まあ、そういう意味で、まあ、楽天が有利かなっていう、はいはい、次、はいはい、ヤクルト対日本ハムはいかがですか、はい、2勝1敗、はい、ヤクルト、ヤクルト、うん、はい、まあ、これはね、うん、やっぱりヤクルトの状態がいいということと、はい、やっぱり日本ハムの状態があまり上がってきてないということ、まだね、うん、ただ対戦成績は26勝30敗日本ハムの、ヤクルトの26勝30敗だよね、はい、で3つの引き分けという、はい、うん、だ日本ハムの方がヤクルトに対しては勝率はいいということですよね。いいんだけど今年のチーム状態がもう全然違うわ、うん、だから、まあ、ヤクルトが勝ち越すであろうという予測ね、うん、はい、はいはい、では次が DeNA 対オリックスです、はいはい、もう全くさ DeNA は交流戦苦手、
通算の勝率が4割飛んで2厘、はい、だからほんと勝てないんだよね。で対オリックスに対しても21勝37敗1分け、対オリックスに対しては3割6分2厘しか勝率がないわけ、はい、でチーム状態を考えるとさ、やっぱオリックスの方が絶対的にいいもんね、はい、これはただ3連勝オリックスっていうことじゃなくて2勝1敗、うん、まあ2勝1敗ぐらいでいかないと困るよね、はい、これはでも2勝1分けでもいいぐらいだよね。3連敗もありうるよこれ、やっぱ今日のヤクルト戦見てると、うん、DeNA の戦い方見てるとね、はい、だからまあもう3連敗しないように頑張らなきゃダメだ、はい、DeNA がね、はいはい、では次が中日対ソフトバンクです。はい、はい、まあソフトバンクはもうさ、やっぱ強いよね、勝率も1位だしさ、はい、交流戦に対しての、はい、で中日に対しては、23勝34敗はい、中日が23勝34敗ですね。で4割飛んで4厘中日がね、はい、ソフトバンクに対しての勝率が、うん、で2勝1分け2勝1分け、うん、ソフトバンクの勝ち、うん、はい、これは中日のその打線を考えるとさ、まあソフトバンクの投手陣だとかいろいろ考えると、これはなんか勝てるイメージがしないんだよ、湧いてこないんだよ、うん、だからまあ今日はビシエドとか高橋周平とか当たってたから、まあそこら辺にチャンスが回ってくるとね、はい、まあいいんだろうけど、はい、なかなかやっぱり勝負どころで打てない、まあ悩みが中日にはあるよね。はい、はい、で次が阪神対ロッテです。はいはい、これは阪神の2勝1敗、はい、唯一っていうか、はい、阪神がロッテに対しては相性がいいんだよね。うん、で29勝25敗の5分け、はい、対ロッテに対してはすごくいいし、うん、ロッテに対しての勝率が5割3分7厘ということで、はい、まあロッテも状態は悪くはないんだけど、阪神の状態がちょっと いまいちわからないけどね、わからないけど、はい、今年の戦い方を見てると、うん、まあ阪神が勝ち越すかなっていうふうに見てる。まあということで、はい、広島と西武は中止というふうに、まあ、予想してる、はい、まあただ移動がさ、まあ、セ・リーグにの球場に行くでしょ、もう1年に1回しか行かないようなところに行くじゃない、はい、そしたらまあ知り合いもいたりだとかさするかもわかんない、そしたらまた食事外で食事だとかさ、まあいろんなことが起きるかもわからないよ、はい、だからそういうことは今は本当に我慢しておいた方がいい、じゃないとプロ野球全体が止まる可能性があるから、うん、おそらく日程消化できなくなる可能性もある、はい、だから不成立のシーズンになるようなことになったら困るしさ、はい、だからまあ自覚を持ってね、まあ、ストレスもたまると思うよ、今我慢しかないんだよな、はい、だから辛いと思うけども、ファンが楽しみにしてるから、まあ、そこら辺ファンの顔を浮かべながらね我慢してほしいと思います。いつもパ・リーグが勝ってるね交流戦だけども、なんとか接戦をできるように頑張ってほしいと思います。はい、はい、楽しみです。はい。